人々との交流や季節の行事などが楽しめるほのぼの生活と、ファンタジー世界を冒険するアクション RPG、 その2つの要素が楽しめるゲームがルーンファクトリーです。これまで様々なシリーズが出ていますが、舞台とストーリーはタイトルごとに毎回異なるので、どの作品からでも楽しめます。あなたはルーンと呼ばれる不思議な力がある世界の住人となり、日々の暮らしを送りながら世界を脅かす危機を解決するために奔走することになります。ファンタジー世界での生活は自給自足。荒れた畑を耕し、種をまき、水をあげて育てれば立派な野菜が収穫できます。他にも釣りを楽しんだり、捕まえたモンスターのお世話をしたり、集めた素材を使って料理や家事をしてアイテムを作ることができます。作ったアイテムは自分で使うことも、出荷してお金に換えることもできます。そして本作の特徴は、全ての行動が主人公の成長につながることです。敵を倒しレベルアップして強くなるのはもちろん、各スキルのレベルが上がると作業が効率化するだけでなく、主人公の能力も上昇します。バトルはリアルタイムに行われるアクションです。オーソドックスな片手剣、一撃が強力な体験、リーチが長い槍、魔法が得意な杖など、さまざまな武器を自由に切り替えながら戦いましょう。さらにルーンポイントと呼ばれるゲージを消費することで、強力な技や魔法を使うことができます。森や砂漠、氷結といったダンジョンを探索し、奥に潜む強大なボスを倒しましょう。またモンスターを倒したり、採掘や伐採を行うと様々な素材が手に入るので、収集も忘れないようにしましょう。町の住人との交流も重要な要素です。はじめは素っ気ない態度の住人も、プレゼントをしたり、季節のお祭りに参加したり、悩みを解決して仲良くなると誕生日にプレゼントをくれたり、仲間として一緒に冒険をしてくれるようになります。さらに住人の中には恋愛関係に発展し、デートや結婚ができるキャラクターもいます。好きなキャラクターと幸せな家庭を築きましょう。大きくなったらパパのお嫁さんになるの。ルーンファクトリーシリーズの紹介は以上です。ワクワクする冒険を楽しむのも、自由気ままに暮らすのもあなた次第です。ぜひルーンファクトリーでファンタジー世界での生活をお楽しみください。シリーズ最新作ルーンファクトリー3スペシャル。